立花の小さなパスで反転、脇坂、脇坂、ああいいターンですね。山根から、ああうまくターンしました、はい、脇坂、脇坂前進する、脇坂左へ配って、マルシーニョ、マルシーニョ折り返し、やっぱ探ってる段階だと思うんですよね、はい、さあかわした脇坂、フル出場していました。ここは中盤でファウルです。杉岡のファウル、選手というところは打開できる可能性はありますけどね。来た、この脇坂ターン出ました。狭いところでスルーパス来たぞ、その後ろから脇坂も入ってきます。縦に仕掛けて脇坂だ、ボレーシュート、先制フロンターレ、難しい体勢ながら入って、最後右足を振りました。脇坂反応の良さが興梠にはあります。脇坂、浮き球のパス、浅田こぼれたところ脇坂います。1人2人かわして前を向いている、左足のシュート、ロフというか、はい、そのままローテーションが生まれれば、ショートパスがつながった、いいボールですね、いい形になった、いらして脇坂、枠に蹴れなかった、左へそれた、脇坂手前に高い後ろ、シミッチ、そのさらに後ろ、小林流した、脇坂打つ、決まった、佐々木どうする、小林その後ろから決まる、脇坂だ、深いところをえぐって崩し切りました川崎。後半は立ち上がりから押し込む時間、おっとチャンスは抜けてきました、脇坂打った、スッとゴール前に出てきました脇坂、冷静なフィニッシュワーク、脇坂うまく前に置いた、プレッシャー2人かけてましたが、さあ、はい、これでも高いのパスが素晴らしかったですね。なるほど、はい、脇坂のコントロールも素晴らしかったですけど、中に入ってこれチャンスになるか、シュート、上り里、先制は上り里、川崎フロンターレ、いや触って脇坂くるっと回った、脇坂ダブルタッチ、もう一度出ていく、つながった、クリアボール、これがつながります。今度は川崎、脇坂から逆サイド、ベリーグのプレイヤーっていう、はい、強くて速いっていう、脇坂からのボールが足が出ました、には至りません。上り里のワンタッチ、うまい、持ち出したのは脇坂です。そしてパスにした、マルシーニョ、マルシーニョ、いやマルシーニョが来た、左から折り返し、宮代打てない、後ろから脇坂、フリーになりました脇坂、これを受けてということになりますが、うん、マイナスのボールプレー入っていった、倒れるはファウルないというタッチです。狭いところ、宮代、脇坂浮かせる、背後へ、キーパー出る、これは見事でしたよ、ここのパスはね、脇坂落として上り里、うまく前を向く、少し運んで落としてシュート、このファーストタッチで相手かわしたの見事ですね、あうまく入れ替わりましたね、脇坂、今日脇坂ああいうボールを流してね、相手の逆取るプレーっていうの非常に冴えてますよね。逆サイド真ん中に脇坂広げる、瀬川上り坂だったらレアンドルダミアン、うまいっすね今の。フリーになった脇坂かわす、ダブルタッチでうまく剥がしました脇坂、そしてまた家永、中4枚スペースを取りに行ったレアンドロ・ダミアン、後ろから来たぞ、シュートだー、バースデーゴール、脇坂見事な速攻、鮮やかにネットを揺らしました。川崎らしい崩しじゃないですかね。
脇坂うまく運んで左サイドを見ます。マルシーニョ、家中が切れと言ったのか、宮代が怪我してくれたのか、こう後ろから入ってきました、ね、脇坂です。右足振ってきた、脇坂運んでいきます。間を割っていく脇坂、3人を倒しました。やはりこれ上半身がこうブレてないです、力入ってないですからね、相手の動きに反応するというか、はい、脇坂が反応しているというか。立花だ、脇坂です。前を向きます。そして家長につけるミスになりましたが、山村奪い返しました。そして脇坂です。うまさがあります。佐々木には繋がりません。大迫を狙ったボールは立花だ。脇坂何度もボール残しました。もう一度脇坂です。脇坂倒れた。すごいですね、脇坂、今日の脇坂は。そうですね、拾った立花だ。脇坂の高速のサイドチェンジ、バックスピンがちょっとかかっていた。何とか奪いました川崎。脇坂のアウトサイドパス、流れの距離感が非常に良いですね。あ、この辺りもうまくさあ、ゾーンに入る。うまいな、タッチ。さあ、スペースはあります。ダブルタッチ、柔らかい。そう、今ちょっと感じてますね。狭いところ、くるっと回った脇坂、リフレクションがあった、うん、ヒール落として右足だ。やはりドラマが待っていました。このままでは終わらない川崎フロンターレ。スペースがあります。差し込んだ、反転、左足、ナイス。キーパー大迫圭介、センターラインをぶち破りました川崎フロンターレ。務めた高い選手です、うん、裏を取った、お見事。裏返して瀬川行く。さあ瀬川よく中を見て、アウトサイドディフレクションあって川崎同点。ピッチのマエストロ脇坂で同点です。1対1。これをうまくて脇坂また抜き、脇坂間を通して小林優へ。中央脇坂、うまく味方見事だったんじゃないですかね、ユンカはやっぱりこの出力というか、ミドルもあります。大外見た、あ、ただこれは脇坂だ。なんでなく脇坂が引きつけて方向を変えて、パン真ん中に差し込んできた。脇坂打つ、ナイスブロック。大島が近づいていきます。前を向く足元、グランダーのパスが脇坂。いやー、見事な攻撃ですね、今のは。スポーターの選手、花森の残し。おー、脇坂。すごいところですごい持ち方しましたけどね。山根。行った。脇坂。おー、行った。脇坂、ゴミスがニア、後ろ。森の突破、見事でしたけどね。できました。おお、直接か。おお、破片しますよね。はい、します。おっと、前を向きました。こうやって脇坂選手とかアイコンを落ちることによって4対3になりますね。瀬川が持っていく。そして脇坂ちょっとマイナスでしたか。ちょっと前を向いた、前運ぶ、運んでシュートだ。さあ、まだあります。山根から浮かしたボール、脇坂ターンをして、まだ切り返してシュート。切り返しまで完璧でしたけどね。落ち着いてますね、あそこで。今のところ、はい、ボックスの中でボール浮いてる。脇坂、シミッチ、脇坂前を向く、脇坂行く、もう前を向いた脇坂、家長へ。これはアドバンテージを適用してます。おお、一気にハーフスペースを駆け抜ける。プレーエリアが広いですね。そうですね。すぐに脇坂からマルシーニョ、シミッチ、脇坂、裏を取ったマルシーニョ。あの位置でフィニッシュの選択肢持ってもよかったですよね、はい、もう入れ替わるか、チャンス、シュート、取りました瀬川。
ろ上り坂背後に出て受けました。ファンシュートだ。リーグ戦連発脇坂康人。変わるように脇坂が来る。だいたいこういうチームの外国人選手って守備はそんなに一生懸命やらないタイプが多いんですけどね、はい、突破した脇坂です。抵抗に入れます。遠野の左足、中央へヘディング。いや大南です。川崎もね、最初こうちょっと戸惑った部分があって少しずつ落ち着いてきましたし、はい、脇坂追い越した瀬古をダミーに大外まで振った。できますからね。落とした瀬古、反転して脇坂パスにした。チャンス、飛び込んだが PK。 家永反して脇坂スルーパス、マルシーニョへ取った。マルシーニョ、マルシーニョ倒れた。プレッシャーの確保が素晴らしいですね。はい、今のターンなんかもお脇坂うまい、脇坂うまい、見つけて上久保とのロングフィード。いいとこ見てましたね。脇坂、脇坂、ここが脇坂まだキープ。脇坂ターンをする。脇坂さあ抜けた。脇坂からまだ行く。ここポケットからマイナスですが、必要になるんでしょうけど、まあ、今ね、おっとちょっとミスがあった。リードのミス、そしてマルシーヌパスを選択。脇坂ミスが出てしまった。札幌これまでうまくつないでいたキーパーからというところですけれども、ここでミスが出ましたが、それを瀬川のカット。あー、よく見てた脇坂。さあ脇坂、外の前落とし、真ん中に持ってきた。脇坂右足でさばいて瀬川です。このボール裏へのボール、これがつながった。山田のパス、脇坂はダミアンの足元を狙った。いいボールが来た。レアゴール、ダミアン観客動員記録だったんですが、同じ国立、しかも新しい国立で記録を更新しました。おーちゃんさぞ、マルシーニョ来たから3戦連発。ナイスカバー、ナイスカバー、ワンタッチ、そしてスルーパス、脇坂から最後山田のシュートだー。脇坂少し運んでいきながら、さあここで瀬川へというボールになる。長いボールも入れながらの手前ですよね。スピッチにはイエローが出されています。小林優ダイレクトで中にいる。ファーサイド宮城はいますが、その少し遠いかなというところでも動きつけてくれるんで、はい、一気に背後を裏返すことができます。脇坂からこのまた裏抜けて小林優からゴミスだ。立花田が運んでいって、脇坂ワンタッチでゴミスへというボールはクリアタイガーです。またならここは脇坂カット、そして裏抜ける。さあ小林優持っていってシュートだー。積極的に生かして流れを変えたいところです。脇坂前を向いた。宮代だ、宮代、宮代、脇坂スペースで家永中央へ、瀬古、そして脇坂中に入ってきた。脇坂から折り返して、後ろから脇坂スルーパース、ちょっと足元もたついたし、脇坂こっち見ていた。マルシーニョ打つ、はい、ボールを蹴ってます。今日の脇坂最後だ。さあ右サイド、遠野、遠野、遠野シュートはゴール。ファーサイド、ヘディング。山村左に持ち替えてマイナス。脇坂進入、シュートだ。決めれば今大会初ゴールになります。脇坂決めました、決めました。脇坂運ぶ、
入ってくる、外した、チャンスになる、脇坂、パス、セコークロスバー、村上触ってます。ニア、ヘッドファーサイド、ヘディングシュートだー。落ち着いてましたね。さて、ハットトリックのレアンドロ・ダミアンということではなくて、脇坂がセットしました。冷静に木田へ狙った、脇坂取った。いや、カウンターですね。はい、今度はトスのカウンター。いや、脇坂素晴らしい、遅らせて、あ、素晴らしい、抑えました、抑えました。ちょっと入れてきました、スルーして中川、アダユートン、ナイスブロック。カリックから中、阿部スルー、まあ、よく戻りました、脇坂です。追いつけばチャンス、折り返してホセアがいる、それを剥がして今度は脇坂ですが、またサビオのディフェンス、もう一度上り坂を取って脇坂、脇坂うまさを見せる、倒れてファウルです。この脇坂うまかったですね、最後まで判断を変えましたし、止めた。最後はチョン・ソンリョン、川崎フロンターレ3大会ぶり2回目の優勝。